これまでの滅亡の光は。マルタンは宇宙連邦を崇拝するザナ星の最高権力者にあたる元首との通信を開こうとした。この無意味な戦いを終わらせる必要があった。だがその手はおのずと止まった。白夜に目を輝かせる宇宙連邦を追憶した。自分の周りで今日という一日を平和に過ごす人間がいる以上、それ以上先に進めることはできなかった。宇宙の生存競争に打ち勝つためには弱者は敗れ去る必要がある。覚悟は所詮覚悟に過ぎなかった。母なる星に比べれば命を救ってくれたとはいえ、遠い星のことなど比べるまでもなかった。幼年より固めてきた鉄心が破られるほどではなく、それ以上先の思考は自覚的に断ち切った。それは白氷の勝利だった。惑星破壊兵器を止めることが目的である以上、この勝利を奇跡と表現してはいけないことは誰もが十分に理解していたが、同時に誰もがこの勝利が与える影響の大きさも熟知していた。地球艦隊は宇宙屈指の艦隊相手に高地を極めた戦闘を繰り広げ、敵艦12隻のうち7隻を戦闘不能状態に追い込み、4隻はアナイアドライブ復活後に一瞬の隙をついてワープして逃走。敵艦隊機関は制御不能な状態に陥り、戦線を離脱。その後完全にレーダーロストしていた。巨大な体積を誇った機関は破れる時は一瞬だった。天王星中域海戦の結果は地球を守るために出撃した艦隊を大いに鼓舞した。艦隊の損傷が激しい。全速力で土星軌道基地まで撤退する。ジャスティンはこのまま天王星中域で連戦に持ち込まれれば旗色が悪くなることを察していた。地球艦隊は約8000隻にまで数を減らしており、損傷した艦を一刻も早く補給艦隊と合流させ、負傷した兵を一人でも多く緊急救命室で治療することが先決だった。惑星破壊兵器はすぐそこまで迫っており、交代しなければザナ本艦隊との戦闘が始まることは明らかだった。15日後にあの邪悪な兵器が地球に到来することは誰よりも強く感じているつもりだったが、この戦いの情報を集約し、ザナ艦隊及び惑星破壊兵器の最善の攻略方法を見出すことが艦隊総司令官としての務めだった。この不毛な戦闘はマルタンが止めてくれるかもしれない。そんな甘い思考はもうとっくに捨てていた。マルタンのことはもはや脳の片隅に追いやっていた。地球人類は自らが生きるに値することを自身の力で証明しなくてはならない。それを拒む者は誰であろうと何としても駆逐しなければならない。ジャスティンは消息が途絶えたアレンを思い出した。まだ惑星破壊兵器と対面すらしていない状況下で長男の無念を晴らせると思えた自分が忌々しかったが、少しは顔向けできるようになったと信じたかった。長男の死を乗り越え、家族一丸で新たな日々を始める生活が近づいていると錯覚させたその感情は、ある種のカタルシスに近いものがあった。この戦いはそういった思考さえも奪うほどの緊迫感を終始与えていた。これまでも死と隣り合わせの仕事は多くこなしてきたが、今回は大きく異なっていた。6年前の情報があるとはいえ、敵の目的も強さもわからない状況下での家族、そして地球を守るための極限状態での艦隊戦では、死は隣り合わせではなく常に目の前にあった。だからこそこの勝利は大いなる自信と希望を与えた。必ず生きることを拒む者を一人残らず排除し、地球を守ってみせる。そしていつかアレンを葬った、宇宙連邦の計略の全貌を暴いてみせる。そう誓ったジャスティンの額はこれまでとは少し異なる健康とした息が一面にみなぎっていた。総司令、臨時大統領から第1級暗号通信が届いています。了解した。私の部屋で聞こう。ついてきてくれ。おおよそ天王星と土星軌道中間にいる機関タイコンデロガに地球からの急報が届く。惑星破壊兵器とザナ本艦隊による追攻を肌で感じながらも、総司令室に着いたジャスティンとニーは臨時大統領から届いた通信を開く。ウッドウォードだ。機関隊将兵の尽力には感謝している。ひとまずは敵の第一波を退けたことを評価したい。
10時間の遅延がある通信映像は鮮明に映っており、ウッドウォードの表情からはひどい疲れが感じられた。内務大臣だったはずの彼が急遽大統領を任され、地球の存亡を一手に担わされているのだから当然のことだろう。それは自分も同じかと、同じくひどく老け込んだであろうジャスティンは自重するように笑った。ウッドウォードからの通信は続く。すでに殲滅勧告から20日が経過している。我々は残り15日しかない。ジャスティン総司令には今一度聞きたい。私たちは勝てるのか。私たちにはもう時間がない。ジャスティンは思わず机を静かに叩く。そんなことは当然理解している。15日が経過し、艦隊総戦力の3分の1を失った。補給と修理を重ねても戦績の応急回復しか見込めないだろう。これだけの戦力と時間を使っても退けたのは敵艦隊の12隻のみ。残る200隻と惑星破壊兵器を残り時間で止められる保証も確証もない。勝たなければならない。一つの答えしか持つことのできないジャスティンの思考にウッドウォードの一方的な言葉が重ねられる。地球の各地では暴動が起きている。市民はワシントン襲撃に悲しみ、怒り、そして真実を求めている。君たちがいない間に地球は荒れてしまった。そこで今我々は2つの計画の検討を進めている。1つ目は100万人を地球から脱出させ、第二の地球を探すフロンティア計画。2つ目は人工受精卵を太陽系の各所に振り分けるアルテミス計画。これらの作戦を執行または護衛するために4000隻は供出してもらいたい。だから総司令、勝てるのかを教えてほしい。勝てなければ負け方を選ぶ必要があるのだ。初めて聞く計画にジャスティンは一方的に再生する通信に対して声を荒げる。現有戦力の半数だぞ。話にならない。我々に戦いをやめろというのか。少し考える時間を置いてジャスティンは返信を吹き込む。ウッドウォード臨時大統領、我々には勝算があります。確かに敵艦隊12隻を退けるのに我々は総戦力の3分の1を失いました。ですが応急修理によってある程度の戦力回復は見込めます。それに加え対ザナ艦隊用の中和弾は完成し、彼らとの艦隊決戦を挑むだけの準備は完了しています。彼らとの艦隊決戦に勝利し、途中でジャスティンは気がついた。全てが地球側にとって幸運に転んでも、何度も奇跡が起きなければこの戦いには勝てないだろう。もはやそれを考える時間は残されておらず、考える意味もないのかもしれない。これはジャスティンにとって意地にも近い衝動だった。地球人類の日常をここで壊すわけにはいかない。地球を捨てるプラン B を実行すれば、人間はもはや生きる意味をなくしてしまう。矛盾をはらみながらも譲れない何かを確信したジャスティンは返信を入れ直す。我々は戦います。与えられた35日間の最後の1秒まで戦い続けます。たった一隻生き残った。パウロは父を追うあまり向こう見ずな戦いを選んだ自身を激しく叱咤した。ローマ帝国を守るためと豪語しながらも、実態は戦闘意欲に駆り立てられただけの無鉄砲な青二才と言っても差し支えなかった。ローマ帝国艦隊ビザンチン中将はパウロが無事に戻ってきたことを見るや否や胸をなで下ろしたようだった。パウロの艦のみが生き残った理由は間違いなく神話で言い伝えられていた伝説の艦の性能によるものであったからに違いなかった。殿下の砲塔の発動には至らなかったものの、確実にその片鱗を見せていた。中将は決してそれを口にはしなかった。すまなかった。パウロは素直な気持ちを言葉にした。ビザンチン中将はうなずくのみで何も発しなかった。常に最前線で戦ってきた陽気なベネディクト大佐はもう帰らぬ人となった。中将にとって長年クラークを共にしてきた大佐の死は言葉を奪うほどであったに違いないが、それに拍車をかけていたのが中将にとって何にも変えられないかけがえのない強行一族の命が危ぶまれたという事実だった。パウロは中将の姿を見て誓った。
変わる必要があった。ローマ帝国のためにがむしゃらに心血を注ぐことはあまりにも大きな危険をはらんでおり、またそれは決して正しい行動ではない。それは自分を無条件に信じてくれる人たちの信頼に泥を塗ってしまうことを意味する。この戦争は個人の感情で勝敗がつくような喧嘩でもなければ、自国さえ守りきればいいような争いでもない。視野を広げ、意義を正し、教皇として行うべき職務に没頭するべきだ。パウロはもう一度中将に言った。すまなかった。惑星破壊兵器の速度に合わせ兵進を続けるその200隻余りの艦隊は、侵略者が持つ余裕と脅威を常時放っていた。緑色の粒子をきらめかせながらじわりじわりと進む全長9000メートル超えのザナ艦隊の姿は、屈強な異星艦隊であることを太陽系の住人に感じさせるには十分だった。永年静寂を貫いてきた神秘的な惑星系は、その艦隊と球体の巨大兵器の登場によってその景観を失いつつあった。しかし総督閣下、彼らは交代を始めており、現在の惑星破壊兵器の巡航速度ではすぐには地球艦隊に追いつけません。それでもよろしいのですか？ザナ艦隊の指揮官である総統に対し、不気味な仮面をかぶるアリノンがその考えを探るように言った。セブンス・デイビターズの一人である大将アリノンは、ビクトルと共に今回の遠征に帯同していた。総統が乗る5本の砲身を持つ総統級に対し、3本の砲身を持つデイビターズ級に乗艦しているアリノンは、おのずとその力関係を再認識させられる。総統は視線を変えずに答えた。問題ない。我々の目標はあくまで惑星破壊兵器の護衛だ。それに値しない行動は宇宙連邦から見た時にどう映るか君にはわかるな。ええと言いながらアリノンは心中で推察する。総統はいわゆるザナ至上主義者で、ザナこそが宇宙の覇者となるべき勢力である思想を貫いている。だからこそ今は従順が必要不可欠な宇宙最強の武力を持つ組織、宇宙連邦の命令は絶対的であるという考えを持っている。ゆくゆくはその宇宙連邦をザナ星間共和国が牛耳ることを画策していることにアリノンは感づいていた。総統閣下、ビクトル王子はセブンス・デイビターズの一人です。総統閣下の指示を無視したとはいえ、このままでは宇宙の笑い者に。そこは考えてある。6年前より総統に従ってきたアリノンにはすぐに分かった。その声はどこか満足げだった。彼は死にはしない。セブンス・デイビターズの一人は黙ってその先を促す。すべて私の手のひらで転がっているだけだ。その言葉でアリノンは確信した。6年前就任した総統は、宇宙連邦に忠誠を誓ってこそザナ星の永遠の繁栄は保たれるという理念を持っていた。ビクトルは真逆で、以前より宇宙連邦に従う危険性や宇宙連邦から脱却し自立したザナを目指す重要性を訴えてきた。そのため総統にとって何かと噛みつくビクトルは、自身の威信を揺るがしかねない存在だった。総統という地位は常にザナ星で最高位の軍事権を持つが、7人のうちの5人以上のデイビターズ拒否権発動によりその職を解かれる立場にある。ウィクトルのような思想が他のデイビターズに波及するようなことがあれば、総統の立場は危うくなる。銀河帝国との戦争で戦果を上げていたウィクトル王国を邪険に扱うこともできない中、総統に今回の遠征任務が与えられた。総統は200隻の艦隊編成を行った。アリノンは当然ながらその総統の采配に疑問を持った。自分以外のいわゆる総統派閥のデイビターズが不在だったとはいえ、ウィクトルよりも他のデイビターズを選んだ方が総統にとっては指揮しやすいはずだったからだ。総統はいつも通り寡黙なままザナ星を飛び立ち、案の定ウィクトルと衝突した。例えばウィクトルは基地への奇襲による短期決戦を主張してきたが、総統は護衛が任務であるため主体的な戦争は回避すべきとし、それを受け入れようとしなかった。総統の指示に何度も抵抗するウィクトルをアリノンが何度も仲裁する場面が続いた。太陽系と呼ばれる星系に入ってから、その衝突は徐々に行動へと移行していった。ウィクトルはワープアウトした地点にいた地球艦隊をすぐに投げ払った一方、総統は少し後から合流し、後方指揮のみを取った。
王子はいつものようにその戦いを機に勢いに乗った。やがて総統の指示に耐えきれなくなったビクトルは、自分に呼応してくれた11隻を連れて再び出撃した。今ならこう断言できる。総統は残りの200隻には硬直な王子に呼応しないよう、事前に、いや遠征軍編成前から網の目をくぐって根回しをしていたのだ。だからこそビクトルの再三の説得に応じたのは11隻にとどまった。そして事態は総統が望んでいた以上の展開に発展した。ビクトルは宇宙では名も知れない地球の艦隊相手に敗れた。それはこれまでビクトル王国艦隊が破竹の勢いで破ってきた銀河帝国艦隊との領土戦争の戦果を全て追放に帰すほどの効力を持っていた。つまりこの任務を無事に終え、懐を肥やすことで権力の掌握はより一層強固なものとなる。全ては総統の手のひらで転がっているだけだった。アリの最初、我々は大事なことを忘れてはならない。総統は惑星破壊兵器を眺めながら言った。宇宙連邦の命令は惑星破壊兵器の護衛だ。地球と戦うことではない。ビクトル艦隊戦後、地球艦隊は負傷者の応急処置を行いながら、艦隊の補給を行うべく天王星中域から土星軌道へと交代していた。惑星破壊兵器も徐々に引き離し、ザナ艦隊200隻との連戦を避けることができていた。これまでの戦いで地球艦隊は4000隻以上を失い、120万に近い将兵を先の戦闘で失った。これ以上の犠牲は何としてでも抑える必要があった。交代中こそ敵艦隊の奇襲を警戒する必要があったが、ジャスティンは地球艦隊に蓄積した疲労を懸念し、輪番で束の間の休養を与えることを決めた。久々に与えられた休息の時間には、ほとんどの兵士たちが地球で待つ家族に通信を送った。通信管制下にあるため、一方通行でしか送れない手紙に等しい媒体だったが、その一瞬だけは皆階級を捨て愛する者に優しく語りかけた。南は急加速が続いた戦闘で疲労した体を休めながら、遠い地球で寂しくしているだろう7歳になる一人娘に通信を送った。マコ、連絡が遅くなってごめんね。元気にしてるかな。母さんはとても元気にしてる。地球に悪いことしようとしてる人たちを追っ払ったらすぐに帰るから。それとお菓子は食べ過ぎずに宿題はちゃんとやるのよ。とても愛してる。パウロもまたローマ帝国で留守にしている弟の身を案じる。ピース、ローマ艦隊は快進撃を続けてるぜ。宇宙人なんて大したことないから安心しろよな。俺はうまくやってるからくよくよすんな。くよくよしたら天国の父さんがどやすからな。それとピース、なんて言うんだろうな、お前はみんなの希望でいてやれ。俺がローマにいられない代わりに、お前がみんなの不安を拭うんだ。お前は俺より器用だし、そのくらいできるだろ。ヘマしたら俺がぶん殴りに行くから、油断すんなよ。父さんの墓の前で泣いたりでもしたら命はないと思え。ただ気をつけてな。大切に思ってる。弟と仲良くしてくれたベネディクト大佐の死を告げられず、パウルは無表情で通信を終わらせる。 BEP 長官のアレックスも地球に残してきた非戦闘部隊の部下たちを思って通信を開始していた。惑星破壊兵器の存在を共有していた彼らに対し、アレックスは部下であり仲間であるメンバーたちに思いを馳せていた。地球に残った BEP のみんな、今君たちは絶望しているかもしれない。謎の襲撃を受け、1ヶ月の猶予もなく前代未聞の戦いを強いられた今の状況に深く失望しているかもしれない。
ただ安心してほしい。いつだって我々 BP や地球人類は絶望を糧に強くなってきた。これは我々にとって飛躍の時だ。この苦難を乗り越え、さらに生命としてより優れたものへと発展を遂げる進化の時だ。19世紀、我が英国の生物学者ダーウィンは言った。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものであると。 BP のみんな、君たちであればこの苦境に対して変化できる。そして君たちが他の地球人類を変化させる架け橋となるのだ。地球外生命体と地球人という異なる種の架け橋となっていた経験のある君たちだからこそできる仕事、そう胸に刻んでほしい。ジャスティンもまた自室で己の虚無と向き合っていた。家族に送る通信文の録音を開始しても言葉一つ紡げない自分があまりにも不甲斐なかった。自分には家族に顔向けをする資格があるのか、そう自身に問い、通信を送るのをやめる考えがもたげないわけではなかった。このまま自分の虚無と向き合いながら、誰かがジャスティンを呼びつけてくれることさえ期待していた。何度目になるかわからない録音ボタンを押し、ジャスティンは妻に対し重い口を開いた。イベル、話す時間をずっと取れなくてすまない。本当に申し訳ない。アレンは私が殺めたも同然だ。今さら何を謝罪しようと。アレンが戻ってこないことは分かっている。君が許してくれないことも、私が父として夫としても失格だったということも分かっている。私は言葉にできないくらいひどい父親だった。もう遅いかもしれないが、それをようやく理解した。それでも君に謝りたい。少しでも君が許してくれるように、せめて私がやれることだけは、この戦いに勝って全て終わらせてから家に帰ってお詫びさせてほしい。戦いは必ず終わらせる。約束する。もう一度君とハルスティンに会いたいと心から思ってる。だからその日まで私を責め続けても構わない。でもどうか私のことを忘れないでほしい。10日、それが地球文明滅亡までに残された日数だった。天王星宙域開戦後から5日が経過した今、地球艦隊発戦隻は臨時の補給作業を終え、ようやく生きとし生けるものを滅ぼす兵器と土星軌道圏内で合間見えることができていた。相当な距離があるにもかかわらず、肉眼でその姿を確認できるほどの規格外の大きさに、改めて誰もが深い感嘆のため息を漏らしていた。純惑星規模の兵器が立然と動いている光景を受け入れることは難しく、艦隊の面々は探索を漏らすばかりだった。人知を超えた生命体とも思える泰然とした兵器の周辺には、地球艦隊を一瞬で消滅できる敵艦隊200隻が超然と佇んでいる。惑星破壊兵器に加え、銀河を股にかける異星の艦隊の存在は、地球人類を安全たる思いに叩き落とすには十分すぎた。ジャスティン総司令、まもなく惑星破壊兵器が土星軌道圏内に入ります。張り詰めた任の声にジャスティンの右腕がわずかに震える。彼らを突破し惑星破壊兵器を止める方法を暗出することに、地球艦隊はこの5日間思念してきた。ヴィクトル艦隊を撃破した後、さらに続けて敵艦隊200隻を相手取る連戦を不利と判断し、土星軌道基地まで一時交代、艦隊の補給と攻略作戦の構築に注力してきた。だが当然必勝法が救世主のように現れることはなかった。その間も惑星破壊兵器の無慈悲な前進は止まらなかった。ザナ艦隊は惑星破壊兵器から片時も離れることもなく、土星軌道圏内まで進んでいた。
それは彼らが惑星破壊兵器の守護神であることを示していたが、ジャスティンにとってはいわば地獄で仏に会ったような時間でもあった。天王星中域海戦後に彼らがワープによる奇襲を仕掛けていれば、地球艦隊は壊滅的被害に遭っていた木産が極めて高かったからだ。艦隊の臨時補給を行っていた5日間、作戦の考案以外に惑星破壊兵器の不可解な点について議論が交わされた。これまでの経緯から地球文明の殲滅勧告を行った宇宙連邦という組織は、ザナ艦隊に命令できる立場にあり、彼らを凌駕する大きな力を持っていると見て間違いない。そのザナ艦隊がワープできる以上、宇宙連邦が保持する惑星破壊兵器もワープできると考えるのが自然だが、奇襲することもなく巡航速度で地球に35日間をかけてにじり寄ってきていた。ワープを用いず着実に迫り来る惑星破壊兵器には何らかの意図があるはずだった。思考しても真理にたどり着けず、その考えがそれ以上進展することはなかった。目の前に危機が迫っている以上、殲滅勧告の背景を探るのは全てが終わった後に許されるものだった。次回、滅亡の光は。最後までご視聴いただきありがとうございます。現在オリジナル SF ドラマ滅亡の光シーズン1を全編無料配信中です。もし気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。誰も見たことのないサイエンスフィクション、コミック化やアニメ化も目指しているので、この動画を SNS や友達にシェアしてもらえたらとっても嬉しいです。ジャパンサイファイでは滅亡の光を一気読みできる書籍も販売しています。最高のサイエンスフィクションが詰まった一冊が好評発売中です。概要欄のリンクをチェックしてみてくださいね。またジャパンサイファイではメンバーシップを好評配信中。メンバーシップでは SF ドラマの作り込まれた公式設定資料集やドラマのスクリプト、裏話を定期配信、さらには創作アドバイスコーナーや過去の名作 SF 小説を閲覧することができます。書籍やメンバーシップは続編の制作やドラマのクオリティアップに活用されますので、ぜひチェックしてみてくださいね。宇宙艦隊は君の入隊を待っている。それでは次の SF ドラマでお会いしましょう。